メトです。お願いします。申し訳ございません。ありがとうございます。はい、一生かけて償います。まだ何もしてないでしょ。申し訳ございません。何もしてないです。お願いします。はい、これはね、久々にね、父方の方のおばあちゃんにちょっと会ってきまして。あ、いいじゃないですか。はい、親戚みんなで集まって、はい、その白寿のお祝いをしてきたんですよ。白寿のお祝い。はい、99歳の。え、99歳の99歳のおばあちゃんなんですよ。長生きや。もう一人暮らししてまして。すごいね、それ。すごい元気よ。うん、すごいわ。自分でご飯も作るし、お風呂も一人で入るし、なんかタバコとかも吸うんですよ。めちゃくちゃ元気よ。めちゃくちゃパワフルな、いい元気なおばあちゃん。いいね、すごいおばあちゃんやねんけど、このおばあちゃん何が一番すごいって言ったら、この99歳で一人暮らししてるっていう、もうこの話、俺も多分3年前ぐらいからずっとしてんのよ。もう3年間はこの状況が続いてるというか。ちょっと待って、102歳じゃない？99歳。いや、なんでそうなの？あの、俺のばあちゃん、カンストしてる。ばあちゃん、カンストしてる。ばあちゃんカンストしてる。何カンストって？まあ、上限に達したというか、上がるとこまで上がりきってそこで止まってる状態。そんなわけないやろ。102歳や。99の3年目、そんな言葉ないねん。止まってる。ないから。99歳でカンストしてるから。カンストやめて。ゲームみたいに聞こえんねん。見た目とかもだからずっと一緒。そういうもんやねん、お年寄りって。ある程度いったら変わらへんねん。止まってる、止まってる状態。じゃあカンストしてないねん。カンスト中やからね。ゲームみたいに聞こえるから。お前さっきから何なん、人のばあちゃんのことゲームゲームって。お前やん。どの角度のいじり方やねん、それ。いや、いじってない、いじってない。ばあちゃんゲームって言われてる。お前がおかしなこと言うてんねん。分かる。おかしいと思うのは分かんねん。うん、だ俺も本人に一回何歳か聞いてみてん。あ、それが一番早い。おばあちゃん何歳になったのって聞いたら、本人は70やって言ってんねん。ほんなら70歳やん。言い張ってる。本人が言うてんねんから。計算あえへん。え？父さん72歳。ばあちゃん70歳。マイナス2歳の時の子供になる。マイナス2歳の時の子供ってなんやねん。マイナス2歳の子供の計算あえへんよ。受精する前から受精してるみたいな。どういう状況？意味が分からへん。これ70歳とばあちゃんが言い張ってて、周りは99やと思ってるこの状況、どういうことが理解できる？分からんよ。俺のばあちゃん、まだ進化前の可能性があるね。なんて？もうまだ進化する。なんて？みんながもう最終形態やと思ってただけで、本人からしたら進化素材が見つからんくて70を上限に止まってた可能性。もうゲームの話やんな、それ。やったとしたら、来年の白寿のお祝いはもうその進化素材あげたい。その進化素材ってなんやねん。甘納豆ちゃう？ずっと何言うてんねん。もうええわ。